演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらちらのパウンドケーキを食べたいと思います。こちらは京都にある祇園佐々木というお店のパウンドケーキですね。こちらがプレーン、ダイナゴン小豆、抹茶小豆、京都らしいですね。ほんのプレーンから食べてみたいと思います。どんな風なのかな、ご対面。わわ、結構重量感あるな、これ。うわ、甘い香りがいいな。パウンドケーキらしく、紙ケースに入ってますね。これはここから外れるのかな。感じですね。お、断面は横から見るとこんな感じです。ではわ、結構ふわっとしてる。いただきます。え、これってパウンドケーキなんですか？そうは思えないほど生地が。硬いイメージあるんですが、これはかなりしっとりしていて、ふわふわな食感でしたね。パンケーキがさらに分厚くなったような感じにも思えますし、スフレケーキのようにも思えます。そしてバターの香りがしっかり口の中で浮かんでしまい、ふわっと広がってとっても美味しかったです。で、今のところこれは暫定1位のこちらの点数とさせていただきます。それでは残る続きましては、この小豆のケーキいただきます。ダイナゴン小豆ケーキいただきます。上の方に小豆が乗っている以外はさっきのパウンドケーキプレーンと変わらないですね。ではこちらもいただきます。あずきはちょっと違うかな。はい、ラストはこちらの宇治抹茶パウンドケーキ。あー、やっぱり緑が鮮やかですね。さすが京都。上には先ほどのやつと同じように当ててます。ではー、鮮やかな緑いただきます。この抹茶の香り、本当に芳香ですごいです。ふわっと広がりますね。こちらのダイナゴン小豆はプレーンとそんなに変わったところはなかったですね。ちょっと小豆の食感が入ってほっとした感じはありますが、そこまで多いわけでもないので、ちょっと変化も楽しみたいだけ人向きと言えるんですかね。小豆はまあ美味しかったのですが、あまり変わらないということで、こちらもこちらの点数とさせていただきます。そしてこの抹茶パウンドケーキは、やっぱりプレーンとは違って、プレーンと同じようにホロホロと崩れる生地を食べた瞬間に抹茶の芳香な香りがする中でふわっと広がって、小豆のちょっとした食感も楽しむことができて、とっても美味しかったです。やっぱり抹茶と小豆ありますね。この生地本当にすごいです。今まで食べてきたパウンドケーキとは全然違います。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ってどこ抜けてない自分は。では今回の京都佐々木の祇園佐々木のパウンドケーキ、とっても美味しかったです。やっぱり抹茶が美味しいですね。でもプレーンもが良いからこそその抹茶が引き立っている、そんな感じもします。他のメニューも食べてみたくなりました。では森林浴、妻と過ごしても真っ黒や日焼けしてしまったんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分、塩分。
ソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。